なんか今日は一段と膨らむな。完成いただきます。おきたちまちゃん、はい。これちまちゃんの、ほい。朝ごはんだよちまちゃん。最後ね、最後ね、はい、よったま。間違った、うん。犬ご飯も食べてますよ、ちゃんとね。うん、大丈夫。今日ね、ちまちゃん一日入院なんですよ。月曜日なんですが、10時になったら行く。ちょっと手って舐めないで。10時になったら行こうな。雨降る前にお散歩行くか、ちまちゃん。ねえ、何しとん。ちまちゃん、おい、おい、雨降る前にお散歩行く。撫でろって、その姿勢で。ちまちゃん手って舐めない。おい、手って舐めない、うん、よいしょ、うん、はい、ちまちゃんコギちゃんいる。おはようございます。はい、お久しぶり。えい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 、はい、ちま、久しぶり。いいな、若くて。かなり長生きですね。もう15歳ですからね。よし、元気で。イルカ病院さん行ってますよね、よく。散歩行ってもね、あそこら辺でうろうろしちゃって。今日イルカ病院さんの日ですよ。あ、そうですか。ね、あ、かわいいね。いいな、元気で。でもやっぱりどう考えても尻尾のない方が短いですね、体が。あ、そうですか。やっぱりあのネットで見ても尻尾のあるコーギーは体が伸びちゃうんですかね。そう、なんだろうな。かわいいですね、かわいいですね。いいな、このぐらい元気だったけどな。あ、動き回るときはもうちょっと落ち着いてと思うけどね。あ、そうですね。もう数メートルしか歩いてくんないから。あ、そっか、さっきからね、ここで。この辺うろうろしてるだけで。ね、ちま、いいね。友達が来るの待ってれば。食欲は、食欲だけはすごいですね。でもそんなにお腹も、いや、なんかナスみたいな体型になってきちゃって。お腹すごく、うん、ぽよん。あ、毛並みが綺麗だ。かわいいね、はい、あら、そのままです。いいかーって、ね、嬉しいね。あったかいね。やっぱね、ここに尻尾あったのもね、やっぱそれで尻尾があるとやっぱ伸びてくるんだろうな。言われてみればそうかな。そういう風に見えますね。やっぱこうね、伸びちゃうんだけ。切ってもやっぱり長いんですよね。長いですね、ちょっと。かわいいね。お座りすると持て余しちゃうもんね、こう背中がね、にゃーんってなっちゃうもんね。こうなっちゃうんですか。そうそうそう、きちんと座れないのは。足が短すぎて胴が長すぎて。切ってある方が丸っこく感じるんですね。に見えますよ ね、ないとね、うん、だんだんコーギーじゃなくなってくる。人犬みたいに変わった犬。あ、顔が綺麗だな。なめて舐めちゃダメ。一番舐めちゃダメだよ。あれ、ねえ、もうすぐそれの開いてるんだよ、そこら中のね。ねえ、
散歩してるとパクパク食ったりね、何でも食っちゃいますね。よく払いたくしねえなと、ドキドキって珍しいな、ちま同じ高さでいいじゃないですかね。じゃあ行きますか。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張れよ。ちまちょ行こうかね、もう見にする行こうかね。はい、手って舐めない、手って舐めないの、ほらほら行っちゃったよか。しっぽありこうぎちゃん、今はい、ちまにょんが今病院に行きました。夕方に迎えに行きます。